これ自分でリツイートした。盛り食い？盛り食いってなんだ？あ、これ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 。僕泣いてるところをキャプチャーしてもらって。7000人前ですよ。これ取り上げてくれたんですよ。よかったね。男泣きですよ。何これ。泣いちゃうよこれ。まさか。これ便所太郎さんのツクツクの歌じゃないんだよね。これ室岡くんっていう YouTuber の曲使ってるんですよね。すごいよね。うん。うん。本当にガチで泣いちゃった。嬉しくて。もう死んでもいいやと思って。うん。カレンダー先生、カレンダーじゃないんだよ。なんか爬虫類の蛇の種類の図鑑みたいな。うん。うん、蛇飼ってたんだって。うん、パルが誠司さんも来るって言ってるよ。いや行かないよ。うん。あ、誠司ファンタスティック。ドンチキ特命さん、ありがとうございます。ナイス。石川さん、ニコ生から抜けて出たから7000人いたんですよ、これツイキャスで。うん、だけどめっちゃ食ってるよ、めっちゃ食うよ。いや、うまいっす。うまい。いや、飽きない。マヨネーズとめちゃくちゃ相性がいい。やばい、マジでクソうまい。クソうまい。男の格好良かったです。ありがとうございます。うん、水に解凍した鍋と賞味期限切れの卵のスープ、美味しい。今日ね、下痢なんだよ、ずっと。ずっと下痢。マジで、あの、うんこ、ごめんね、食べて。うんこ全部、うん、びしゃびしゃなんだけど。やばいっすね。3回取りってでしょ。普通に下痢ですね。そう、うん、下痢。トイレットペーパーでドンチキ特別サイズ。バズライトイヤー無限の彼方へ。さあ行くぞ。なんで下痢なんだろうと思って。昔地元で石川祐希さんが、歩き配信したリアトツしたこと。巻きもらいます。カレンちゃんみんなで警戒してる。コロナですね、完全に。いや違いますよ。あ、バーガーです。あのね、名前出さないで、トミーさん。名前も出されたくないのよ。うん、ちょっと消すよ、これ。どうでもいいんですよね。うん。ごめんなさい。うん、肉かなぁ。なんだろう。なんで配信してないの？怒んない。なんでいくか分かんないよ。もうバカなんじゃない、考えることが。まあ配信歴浅いですよね、そういうところが。うん、まあアマチュア、うん、プロは行かないです。もう家であの豚キム食って猫マちゃんのケツ触ってる方がいいなと思ってます。うん、あ、残りチャーハンにしたら美味しいや。豚キムチャーハン。いやでもご飯食べれないんですよね、ちょっと糖質ダイエットしてるんで。あ、イエモンですね。なんでだ、なんでイエモンが。あ、イエモン買ったんすよ。イエモンって誰飲んでるっけ。いや、のりさんはあれですよ、あやたかっすよ。あやたか推しっすよ。まあまあ出てきた。
パルパ渋ってたよ、暴走と愛があるんですけど、やっぱそうでしょ、絶対行かない方がいいよこれ、うん、あれ高いでしょ、ノリさんは、うん、コラボ消したのか、もったいない、コラボ消したのか、消してないよ、録画全部出してるよ、うん、みんなバンになるよ、優雅さん来ると、うん、絶対行かない方がいいでしょ、僕今日イベントで最終日なんですよ、あと2時間で決まるんですけど、これ1位になるとなんと1位にしかもらえないんですよ、こういう なんだっけこの旗がもらえるんですよ、優勝旗が名前入りで、どんな優勝旗かわかんないですけど名前が入った優勝旗もらえるんですよ、うん、それをあのスパークに持っていきたいんですよ、バイビー、 これ和道さんの元カノと元カノが今いますね、今すごいカオスですけど、ここはもう1位取りたい、で2位と3位はなんかペナントみたいな、こう三角形のこうしょぼいやつなんですよ、優勝旗は1位しかもらえないんで、皆さんあの余ってたら巻物、あれだ、巻物をいただけたらなと思ってます、はい、今とりあえず今何ポイントぐらいのかな、2位の人とちょっと、ね、こまちゃん行こうっすよ、あ巻物出せ、巻物あれだす、どう差が埋まってきてる、いや、大丈夫、40万ポイントある近くでもこれファンタスティックで10倍出ちゃうと10万ポイント入っちゃうんですよ、わお、なんでちょっと怖いですね、ファンタスティックの連打が来てワンチャン20倍とか10倍とかあるんで、うん、最高で20倍出るんですよ、うん、あ、パイセン来た、これ声もバンだからね、これ運営さん、ちゃんと判断してくださいね、これ多分通報めっちゃ行くと思うんですけど、正しいご判断お願いしますね、運営さん、これ A 版の優雅さんが来たみたいなんですけど、ツイキャスバーに、あ、キャスバーね、うん、どうなんだろうね、あ、10倍です、これで画面に映ったら多分ワンチャンもう即アカウント規制、おすすめ規制なりアカウント停止が来ると思います、うん、これやばいですよ、うん、これはやばい、この2人しっくりくるはずです、うん、これ通報件数だいぶあると思いますよ、これこれカウンターに座らないと映っちゃうね、こっちが行ったらね、こっち側座ったらもうアウトですね、でも見たいっすね、うん、これやばいっすよ、うん、追加メンバーがユイガさん最初ね、声が入っちゃうかもしれないですね、うん、あ、話題出したらやばいよね、え、話題もダメなの、ダメだ、じゃあ話題なしでも、いきなりおすすめしてかかってガーンって200人ぐらい下がるんで、だいたいわかるんですよ、みんなミュートにしたら何の、あ、ミュートになったね、みんななってないでしょ、いや、ミュートになったんですよ、なってないでしょ、ダメって言われると、あー、カレンちゃんミュートにしたんだ、あー、賢いね何の配信ってなっちゃうの、でもそこは配信者だからミュートやめろとかみんな言うと思う、政治行かないですよ、エルマルちゃん、アカウント守りたいもんだって、自分の大事なアカウントでしょね、それで仕事してるんでしょ、要はトラックドライバーだったら自分の免許みたいなもんだよ、免許汚しに行くのわざわざね、どうやって仕事するの明日から、無理でしょ、自分の免許大事にした方がいいよ、点々差あります、10個の5倍ナイス、あざす、巻き物です、絶対にこれ規制かかるんで、ほら言ったろって言いますよ、ね、うん、これで普通に終わるわけないでしょ、しかも僕ね、スパークっていう総合格闘技のイベント出るんですよ、これ対戦相手もいるんで、
うん、これ慣れ合ってくるんで、この人ね行きたくないですね。やだよ。パルパルは賢いんだよ。これキャスバーとか行くとあれそうだって思ったらこの人枠やんないんですよ。基本的にやんないんですけどキャスバーでね。で人があの監督生食らうとあの次の日の話題になるんですよ。あ、1位になってね、てんてんさん10個ナイス、ありがとうございます。ナイス。まだ最後まで分かんないんでね、もうイベントばっかりは。もう多分これネタ探しですね、パルパルに関しては。明日の朝の11時ぐらいからやるじゃないですか、いつもふわっち炎上ニュースっつって、そのネタ探しに今来てる。で、直接現場に行ってる。まあ、ジャーナリストみたいなもんすよ、今ネタ探してるんで今。で、絶対枠やんないんでね、この人。まあ、プロっすよね。まあ、僕もプロなんですけど、アカウント汚したくないんで。いや、ラウンドガール、関慎吾のお母さんやんないでしょ。やるの、うん、猫まちゃん、こっち向いて。ん？近藤くんちゃん、YouTuber の近くにおそらく行く。うわぁ、これ相当アレルギーだ。なんで配信したいのわかんの、それ。Twitter？ もしかして。オファーするとか言ってたけど、本当かわかんないよ。って来ないでしょ。おばあちゃんでしょ、だって。最初からぶっちぎり手加減してやるよ。泣いてるぜ。いやーでもどうなんだろう。最初からじゃないよ。最初もう30位とかだったよ。うん、初日はね。初日からそんなぶっちぎってたっけ。うん、で追われる方ってすごい嫌ですよね。なんかね、これ最後まくられるんでしょ、絶対これ。だってそんな開いてないでしょ、だって何ポイント今。うん、おどう、下から来てる。あ、来てるね、うん、来るんですよ、だから下から。これあと 2時間でしょ、1時間45分来るんですよ、下から。これ僕の首狙ってるやついるんですよ、うん。2になったらこうファンタ10倍で、そうでしょ、一気に10万ポイントいくんですよ、ファンタの10倍って。うん、だからファンタがまあ1000個飛んだとして5個ぐらい10倍来たらやばいっすよ。運なんですよ、だからこれ。ラスト15分やばい。皆さん巻き物ください、今のうちに。あー、かける5ナイス。最後の最後で抜かれるなよ。わかんないっすよ、こればっかりは。うん、こればっかりわかんない。あ、巻き物出す。これ助かります、巻き物。網のミュート。巻き物あれ出す。みんなミュートだって。これ何の配信って。画像だけ通報しますね。すごいじゃん、みんな通報祭りじゃん、これやばいっすね。やばいじゃん、これ何のための配信だ、これ。映せないし、音も出せない。リスクすごいあるっすよ、これ。でもネオさんは音声出してますね、うん、一人ミュートじゃ音声出してるのはネオさんですね、うん、一気に56万人おられやんね、いるんですよ、うん、あ、かける5ナイス2倍、ナイス、 ありがとう、助かります。これはイベント頑張ります。頑張るっつってもさっき配信会で猫まちゃんと言ってたんですけど、イベント頑張りますって配信者いるじゃないですか。あ、さあ頑張る人って配信者じゃなくて、あの投げてくれるリスナーさんだよね。だから間違ってんだよね。イベント頑張ってね、頑張ります言うじゃん。もらう方だからね。ただ頑張るもクソもないんだよね、これ。うん、ぶっちゃけちゃうと何が頑張るだよ、小突きじゃねえか単なる。ねえ、
そうでしょ、綺麗事言ってんじゃねえよって感じでしょ、うん、頑張りますじゃねえだろ。皆さんからいただけるものでこの順位が決まるわけですよ、うん、イベントこじきですよ。